大阪市立豊人小学校は、大阪府大阪市北区にある公立小学校。学校所在地付近は1925年の大阪市。編入までは、西成郡豊崎村に属していた。豊崎村では、大阪市の北部に隣接している地理条件や産業発展などに伴い、住宅や工場が増加し、それに伴い地域の児童も増加した。1907年に、 西成郡豊崎尋常高等小学校の分校として開設され、1911年に西成郡豊崎第二尋常小学校として独立校となった。従来の豊崎尋常高等小学校は、豊崎第二校の開校と同時に、豊崎第一尋常高等小学校へ改称している。1917年には、西成郡豊崎第四尋常小学校を分離している。 1934年の室戸台風では被害は少なかったものの学校近隣の豊崎第四尋常小学校でこの地型校舎の一つが壊れる被害があったなど大阪市の学校では木造校舎に大きな被害を出した学校も多く生まれた台風の教訓から大阪市では全市的に鉄筋コンクリート校舎を整備することにし豊崎第二校では1938年に 鉄筋校舎を建設している国民学校令により1941年に大阪市豊人国民学校に改称した大阪市では国民学校への改称の際地域名創立順の番号の名称の学校については番号での公名をやめ所在地の地名などを使用した名称へと変更する方針が出された学校名の豊人は 学校所在地の豊崎地区の豊かを取った上で、旧校名豊崎第二の2を人志に書き換えた上で組み合わせたものである。太平洋戦争の影響で、大阪市の国民学校では1944年以降、学童疎開が実施されることになった。疎開先の府県は、各行政区ごとに指定され、当時の大与独では、京都府北部方面が疎開先に指定された。 豊人港では1944年9月以降、京都府天田郡宇内村、再建村への集団疎開を実施している。疎開は終戦後もしばらく続き、1945年10月に232名が疎開先から引き上げて寄港した。1945年6月7日の大阪大空襲により、校舎を全焼し、終戦直後には、 近隣の豊崎あずま国民学校へ統合され、休校となった。焼けた鉄筋校舎は、被災者住宅や大阪市の資材倉庫として使用された。戦災からの復興に伴い、1952年6月には豊崎東小学校分校として、現在地で再開した。1954年には大阪市立豊人小学校として、独立、再開校している。 1970年代後半には、プールを授業で使用しない時期における船の放流が毎年、新聞等のメディアに掲載されていた。また学校所在地付近が大阪空港へ着陸する航空機の経路に当たることから、1978年から1979年にかけて騒音防止工事が実施されている。ありがとうございます。